はいどうもショートスリーパーあっちゃんです。今日も楽しく暗号資産に関連する情報を発信していきます。よろしくお願いいたします。さて1月もあっという間に半分終わってしまいました。そしてビットコインが上がるのか下がるのか、まあ、世界経済目白押し、日本は緊急事態宣言も着々とグレートリセットの階段を上っているというふうに勝手に感じている私ですけれども、このチャンネルではですね、まあ、いかにですねリスク取って資産を増やすかと、そのリスクと言ってるのは変なトークン、変な暗号資産ではなく、まあ、自分のね自己努力、自己実現によってですねレベルアップして、そしてお金もついてくるといったようなところをね、コンセプトに動画配信しております。ぜひですね、まあ、未領域、未分野に対してもですね積極的に取り組むという姿勢をねこの動画で感じていただければいいかなというふうに思ってまして、何かでね儲けると、トレードないし仮想通貨ないしね、何かで簡単に稼げるというような手法はね一切ございません。残念ながらね、その成長していく過程とか大変だったというところをですね、まあ、共に共有して、そしてね、結局レベルアップすると、まあ、大体ね人間の8割9割はね何もしないですからね、まあ、特に日本人はそれに該当すると言われていますので、残りね1割の人が差し支えしていると、まあ、結局ね1月の目標を皆さんねこの半分経ちましたけど継続してますかというところですね、まあ、何でもいいんですよ。一つね、私はねショートスリーパー継続実践中ではありますけども、ちょっとねここ数日寒すぎてね頭痛がしちゃしまって若干ね体壊しちゃったんですけど、まあ睡眠時間も若干ね、ちょっと多めに取りながら継続してます。まあ今日からねまたね4時起き再開ということでですね、まあスタートしました。1日2日ぐらいかな、ちょっとね睡眠とって体調整えてまたスタートいたしましたと。でね、今年ね私もかなりいろいろと目標を掲げていたりします。で当然ねその何をやるかというタスクもそうですし、まあ今年のね収益ですね、どのぐらい稼ぎたいかというところをね明確にしてます。でそれをどれだけね達成できるかといったところも非常に楽しみですし、まあ、5年後10年後ね、まあ、資産をねやはりね、数億ね持ちたいというようなね夢が希望がねありますから、まあ、当然ねそれを自分の言葉にすると叶っちゃうものなんですよ。はい、実現してしまうものなんで、まあ、それもね、期待していていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ぜひねチャンネル登録をお待ちしております。最近ですねいろいろとなんか賑わってますよねと。私のねチャンネルもだいたい3500人ぐらいおかげさまで行きましたけども、まあ、まだまだね、1万人ぐらいね行きたいなというふうに思いますね。ただね、まあ、このジャンルではねあまりその激伸びはなかなかしないとは思うんですけども、やはりその動画受けする内容ってまああるじゃないですか。はい、でもねその内容を見ててもね結局ね多分稼げないだろうなというふうに思うんですよね。なんか一般的なそのプログラミングスクールとかね、ああいうのってもねちょっと若干クソだなというふうにね内容も薄っぺらいし思ったりするんですよね。まあ、現実実際の仕事に置き換えてね、まあ、全然通用しないだろうなというふうに思うんですよね。まあ、なんでですね、まあ、リアルですね、リアルなところを我々はね、目指していきたいなと。そして別にね芸能人じゃないので一般人なんで、こうリアルな、ね、人たちがどうお金を積み上げていくか、そして本業もレベルアップしていくかというところがですね、まあ、非常に重要になるかなというふうに思います。まあ、我々もね上位1割、少なくとも2割のね、その人口の上位にね入っていくというところがね非常にね、重要じゃないかなというふうにちょっとね、思っております。はい、でね、まず一発目ですね、まあいつものリップルの話なんですけども、なんか金融庁がね、仮想通貨 XRP 有価証券に該当しないというふうに、まあ、主題に答えたというような感じみたいですね。まあ、ただちょっとねこの記事ですねどこまで信憑性あるかといったところではあるんですが、まあ、今ねまさに米セック起きている有価証券問題ですね。で、まあ、日本の中でもその野村総合研究所だったかな、 NRI の、まあそれなりのね、まあ、偉い人なのか知識を持っている人が、まあ、XRP のね有価証券制に関して、まあ、レポート出して、まあ基本的には暗号資産の分類されると、有価証券には該当しないというようなね説を述べてますというような感じが、まあ、あったかというふうに思います。で、まあ、日本の対応、これがね、正式であるのであれば、まあまあ、そのアメリカのね、セクトを食い違う部分ではあるんですが、まあでも結局ね、どうなるかわかんないですよね。まあこれもですね、アメリカがね、まあ国を引き下げてね、日本にね、強くプッシュ、アプローチしてくると、まあ、この意見もね、変えてしまうかもしれないですし、まあこの金融庁もね、いろいろと、まあ、当然ね意見を変えてくる部門ではねあるかなというふうに思うので、今後ねちょっとね注視ねしてみていかなきゃいけないかなというふうには思うんですが、まあ、あまりねこれは、まあ、価格にはね影響してないというような感じですね。で、日本人ねそのリップルのホルダー本当に多いのかっていうところですね、最近ねちょっと思うところとしてはもう皆さんね捨てて諦めて、逃げてしまったんじゃないかなというところもちょっとね予想しますし、
まあ、ガチ押してトレードしてる人ってほんと少ないんじゃないかなというふうなね、ちょっとね、感想若干持ったりします。で、そうすると、やっぱじゃあ盛り上がる、XRP で盛り上がってるとこどこなのっていうと、やはり今ね、ビットコイン暗号資産で多少賑わってる、まあ、アメリカ、そして、まあ、韓国ですね。まあ、そのあたりが、やはりですね、リップルね、どうなんのというところを注目していて、まあ、買われるか、まあ、その個人としてはね、そのあたりが目になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、日本人ね、リップル購入してる人、そんなに多くないんじゃないかなというふうにちょっとね、思うのは私だけでしょうかというような感じですね。まあ、なんで、このあたりの記事はね、あまりこう、鵜呑みにせずですね、まあ、下がったら、買える人は買うというようなところがね、まあ、継続していければいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ちょっと気になるのは、まあ、アルトターン、これからアルトも伸びてくると、こう、予測されてるし中でですね、まあ、リップルがね、アルトが上がってもリップル上がらないみたいな現象がね、起きてるじゃないですか。それ完全に独立、アルトコイン、本当独自性があるなというふうに思うんですけども、まあ、相関しないというふうに思うんですね。で、そうするとですね、まあ、リップルがね、途端に何かね、上げる、吹き上げるというね、タイミングがもしかしたらあるかもしれないというところと、まあ、この大口がリップル乗ってくるっていう可能性はどうなんですかね、ちょっとね、若干、期待しにくい部分ではあるんですけども、まあ、一般がね、なかなかね、ついてこないと。リップルのね、通貨を買おうとすることが、まあ、結構ないと思うので、まあ、それなりにね、窮地に立たされているのは、まあ、事実としてあるかなというふうに、まあ、思いますね。まあ、なんで、今のところ、その先のね、2月22日でしたっけ？まあ、リップルのね、訴訟の、審議前会議ってやつですね。そこで、まあ、いろいろとスタートされるわけなんで、まあ、そこから徐々にですね、リップルがどうなっていくのかというような感じで、見ていきたいなというふうに思いますね。まあ、これからね、飛躍的に上げたい、人がもしいるんだったら、まあ、今のね、安い部分、うちに買っておくのがいいんじゃないかなというふうにね、個人的には思ったりしています。はい、次ですね、今年大注目のステーブルコインですね、USDT テザー。財務記憶提出期限迫るということで、まあ、1月15日なんでね、もうあと明日ですね。明日、もうテザーのね、すべてが、財務記録が洗いざらい、さらけ出すと。司法当局ね、NYAG に、まあ、不正融資疑惑に関連するね、テザーの USDT 準備金に関する、財務商標を開示すると。まあ、これもですね、リップルのね、訴訟問題を皮切りに、第2のね、非常に不安な悪材料かなというふうに思うんですけども、まあ、CTO ですね、テザーの CTO はね、まあ、淡々とやるだけだみたいな感じで言ってるんですが、まあ、やはりね、ビットコインが大きくね、価格を左右される、2月、この3月ですね、まあ、上がると予想してる人もいるんですが、まあ、私はね、ちょっとね、やっぱ2月、3月下がっていくのかなというふうにちょっと予想していて、まあ、その下がるのタイミングを狙ってですね、資金をね、蓄えていくというようなアクションになっていくのかなというふうに思います。はい。まあ、ドルコスト平均法はね、毎月コツコツ買うんですけども、新ルール、ドルコスト平均法、としてはですね、このね、臨時で、貯めていくと、一気にね、買い増していくといったね、ちょっと反則技をね、使いたいなというふうにちょっとね、思ったりしてます。はい。で、続いてですね、まあ、マイニング関連ですね、マイニング関連ファーム、まあ、アメリカが結構ね、力入れてきてると、まあ、これは中国一強だった時代からですね、まあ、そこが大きく変わってきていて、まあ、北米ですね、北米、ビットコインのマイニング業者、まあ、このあたりがね、まあ、アメリカでも結構盛んに行われていて、まあ、ちょっとね、マイクロ BT 製、マイニングマシーン、ちょっとね、聞いたことあるキーワードだったんでちょっと取り上げてみましたけども、まあ、マイニングもですね、まあ、アメリカが結構注力していると。で、ここがですね、もしね、中国のね、そのマイニングするノートも含めて、まあ、数が増えていくとですね、まあ、面白いことになっていくのかなというふうに思いますね。ビットコインのね、マイニングについてなんですけど、まあ、中国のこうハッシュレート、まあ、シェアはね、依然としてこう圧倒的に高いと。で、アメリカのハッシュレートのシェアってこうまだ 25% にも満たないっていうところはね、現実として、まあ、あるんですよね。で、中国ね、いろいろとね、ビットコインこう規制していると言っておきながらもね、やっぱりビットコインはこうね、中国にある程度ね、牛耳られてるというところが、まあ、今後ね、仮想通貨ビットコインがね、まあ、怪しいと言えたる理由にも一つなるのかなと思いますね。まあ、ただ、ビットコインキャッシュと分裂するときに、まあ、ある程度ですね、派閥として分かれたんですけども、まあ、ビットコインはね、まあ、生き残りつつここまでね、上昇していると、価格が上昇しているというところがあるので、まあ、その不安材料はね、中国に占有されているという不安材料は、まあ、なきにしもあらず、若干ね、薄まりつつあるところではあるんですが、まあね、まだね、私としては、ビットコインがね、いずれなくなってしまう可能性も半分ぐらい持っているので、まあ、ぜひね、その中国主導から、まあ、アメリカのね、シェアもね、伸ばしていきたいというところがあるので、まあ、ここもね、よくね、ウォッチしていきたいなというふうに今思ってます。はい、で、リップルの話なんですけども、まあ、グレースケールね、グレースケール、我らが
敵対するグレースケールですね。グレースケールはまあ意外とその企業として、そんなにね、信頼における企業じゃないというようなね、噂も結構聞いてたりします。はい。なんでまあグレースケールがね、リップルの保有を停止したというのは、まあ先日からね、ずっと、まあ、廃止したまで言ってるんで、まあ、今後も変わらないんだろうなというふうにまあ思うんですけども、まあもしかするとですよ、まあこういったね、発表する、した、しておきながらもですね、まあ、何かしらのね、リップルをね、保有し直すという算段とか、もしかしたらね、その全て売却してないとか、まあいろいろとこうあるのかなというふうに思うんですが、まだまだ捨てがたいね、まあ、これで完全になくなってしまうというようなところはないかなとは思うんですけども、というところでグレースケールがリップルのね廃止作業を開始して、まあ、完全撤退というようなね感じのようです。はいはい。で最後ですね、最後はちょっと最近ね自分の中でホットなバックとですね、でバックとまあ暗号資産だけじゃないんですけども、2021年、まあ、IPO ですかね、を控えてるじゃないですか。でこのね株でいうと米国株でいうとこう VIH で、まあ、買えるようなんですけども、もうこれにねちょっと私は今注力っていうかしてます。でアメリカの株あまりね、まあ、保有したことなかったんで、今ねコツコツと解説作業を終えて、このね VIH 株をどのぐらい保有しようかなというふうにちょっとね考えてます。でまあ何がいいかって、まあ、バクトみたいな、バクトじゃないな、グレースケールみたいなね信用を置けないね、企業とは違ってですね、やはりこのフィンテック、そのキャッシュレスのビジョンが非常にね好きになりましたね。まあ、暗号資産も ただ単にポイントとしての位置づけしかならないと、それを全て取りまとめる、まあ、アプリがねかなり彼らの、まあ、技術的な部分でも持ち味かなというふうに思いますし、まあ、このね、ジャンル領域が、まあ、IPO も控えていることからよりね、大きくなっていくんじゃないかなというふうに、まあ、思いますね。はい。まあなんていうんですか、まあ、今のね価格もそんな高くないですし、まあ、直感的なね感じでございますよ。はい。でまだねそのアプリのねリリースとかリテール向けのアプリのリリースとかね、まあ、いろいろと施策が練ってるようなんですけども、まあ、この企業がですね、今後ねどういう風な形で、アメリカのねキャッシュレスの、あの基盤を作り上げていくかというところもまあ面白いですし、まあ、ビットコインのね先物でしたっけね、まあ、このあたりも、まあ、取り上げてるというところがあるので、まあ、意外とこう信頼におけるというところと、まあ、こういった企業はですねビットコインをね贔屓にしているということがあるので、まあ、ビットコインねまだまだ今年はね盛り上がっていきそうかなというところではあるかなと思います。まあ、ビットコイン一強ではなくてですね、まあ、暗号資産仮想通貨に関連するそのやっぱ株の銘柄とかもねちょっと興味があり、そしてさらにはですね、まあ、円だけではちょっとね若干心配な部分もあるので、まあドルを持つよりはその米国株ですね、まあ、このあたりも、まあ、ガーファム以外にガーファムことちょっときついと思うので、このあたりもねちょっと抑えていきながらちょっとねシコシコと買っていきたいなというふうに今思っております。はい。まあ、今日はですねちょっとね、いろいろと規制関連のニュースをちょっと取り上げたというところと、最近のね興味のね、バクトについてお話ししました。あとですね、まあ、私の動画ではですね、最近ねちょっと、まあ、アプリケーション、まあ、Go 言語をね使いながらちょっといろいろと、ね、サービス開発をちょっと考えていて、まあ、それをねちょっと手伝ってるくれる人をねちょっと募集したりしています。はい。まあ、基本的にはまあアビトラージですよ。アビトラージですね。でただそのアビトラージで終わることなく、こうコードね書きたい人というところがね限定になります。はい。なんでねそのまあエンジニアとしても今後ね、食いっぱくれもないですし、AI が来ると言いながらもですね、まあ、いろんな仕事が、企業が仕事を変えていく中で、まあ、多分2030年にはね、今の仕事の8割はなくなってるというふうな予測もある中でですね、まあ、プログラミング、言語関連はね、そんな簡単にはなくならないのかなというところもあるので、まあ、そこをね、スキルレベルアップしていきたいというところと、まあ、フィンテック、そのあたりね、やっぱもうより知識を深めたいというところがあるので、どういった仕組みでその決済しているのかといったところをね、まあ、具体的に、こうね、大好きな暗号資産、アビドラージを持ちながら、いろいろな取引所、世界の取引所をずっつきまくろうかなというふうにねちょっと考えているので、まあ、ぜひね、興味のねある人は、チャンネル登録と、LINE の方にねちょっとね、コメントしてもらえると助かります。はい。まあ、といったところで今日はねちょっとこのぐらいにして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。